皆さんおはようございます。元気だけが取り柄、ダイヤの妖精ダイヤマンです。本日もレーシングマスター、略してレーマス、やっていきましょう。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで本日の動画なんですが、実は今回のアップデートであるマシンがアッパーが修正されたんですよ。いわゆるね、情報修正なんですけど、皆さん知ってましたか？ちょっと読んでいきますね。フォード GT17 のサスペンション構造を改善し、安定性と操作性を向上させました。ということで、フォード GT がアッパーされました。なんと、いやー、よかったっすよね。このフォード GT というマシンはですね、ちょっとね、癖がありました。結構ね、コメント欄では、改造方針によっては、すごく安定しますよっていうね、声もありましたが、まあ、私ね、そんなに上手くないのでですね、あの癖はね、なかなか使い切れなかった。つまりね、ランクマッチやタイムアタックでもなかなか使えなかったんです。が、今回ですね、アッパー修正されたので、まあね、どんな風になったかっていうのをね、皆さんと一緒にね、見ていこうかなと思います。で、このマシンについてね、どれだけおすすめなマシンなのか、育てても損がないのかっていうのもね、まあ、ちょっとお話ししていこうと思うので、よかったら最後まで見ていってください。この動画、少しでもよかったらチャンネル登録と、高評価の方、よろしくお願いします。そうすると、ダイヤマンが非常に喜びまーす。ではやっていきましょう。それではこのフォード GT について、グラフから見ていきましょう。こちらになっております。ドドン。加速力まあまあです。最高速もまあまあ、ドリフトもまあまあ、この辺はまあまあが続いております。お次なんですが、ブレーキ、これはかなり効きます。で、お次、安定性、やや低めなんですが、ここはね、だいぶ変わりました。で、最後がステアリングになっております。ステアリングは結構いい方だと思います。はい、このようなステータスになっております。まあ見た感じバランスいいよね。非常にこのグラフの形もよくですね、バランスのいいマシンになっております。最初このマシン、情報修正前にヨッシー使ってたんですよ。いや、ヨッシーじゃない、ごめんなさい。ダイヤマン使ってたんですよ。使ってた時に、あ、早いな、このマシン。めちゃめちゃいいじゃんと思っていたんですがね、実はですね、ちょっと癖がありまして、なんかドリフトしてないのに操作不能になるみたいな、斜めにビューみたいな、そんな感じになるマシンだったんですよ。うん。だからもうね、ダイヤマン的にはね、このマシン怖くて使えなかった。うん。制御不能というね、やっぱ恐怖を抱えて使うことはできなかったんですよ。でもね、あれがハラハラドキドキ、ドキドキが止まらないという人もいたんで、まあそういった方にはちょっと悲しい修正だったかもしれませんが、ですがね、今回のアッパーのおかげで、私ダイヤマンとしてはめちゃくちゃ助かりました。なので、今回このマシンもね、おすすめしていきたいんですよね。めちゃめちゃいいマシンなんで。で、もう一つ詳細見ていくと、はい、得意コースがですね、桃源郷になっております。まあ得意なコースが桃源郷ということはですね、コーナリング性能が非常にいいということで、ちなみにコーナリング型のマシンですね。で、高輪駆動のマシンになっております。で、最終的にはハイパーカー&スーパーカーになっております。マシンの詳細としてはこんな感じです。まあ見た目もかっこいいしね、すっごいよね、この平たいというか、この車庫調の落ち方。とんでもない。こんなん普通の道走れんよ。絶対無理無理。ということで、今回はこのマシンただ走らせるだけじゃ、いまいち速さがわからないと思うので、スパイラーとね、一緒に走らせていきたいと思いますんで、見ていってください。はい、それでは早速走らせていきます。まずは、シカゴでいきます。で、このコースはどういったコースかというと、ストレートが結構長いところもあるし、コーナーもあるので、まあ、ストレートの速さもわかるし、コーナリング性能もわかるので、ちょっとスパイダーと一緒にどんな感じの速さなのかなっていうのを見ていきましょう。それでは行くぞ。はい、それでは早速見ていきましょう。フォード vs スパイダーの戦いです。やっぱね、スパイダー、今回追加されている期間限定マシンになっていて、めちゃめちゃ速いですよね。うん。で、スパイダーっていうのは、ストレートも速い、コーナリング性能も速いということで、かなりバランスの取れたマシンになっております。そのマシンに、このフォードがどこまで食いついていけるかっていうところですね。うん。皆さんご覧ください。このようにですね、めちゃめちゃいい走りするんですよ。うん。
フォードもね、この立ち上がりの加速も速いし、コーナリング性能も非常にいいです。で、私ダイヤマンが使った感想なんですが、フォードね、めちゃめちゃ使いやすくなってました。これね、前だったらかなり厳しかったんですよ。こんな綺麗に走ることできなかったんです。うん。ただフォード猛者の方は結構うまく調節して使ってらっしゃったっていうのを聞いたので、まあその方がね、今のフォード使うとどうなっちまうんだと私ビビり上がっております。はい、そんなことはどうでもいいんですが、皆さんご覧ください。今のとこ変わんないですよね。この速いスパイダーについていけているというね、素晴らしい走りをしております。で、ここねストレートが結構多いので、どうしてもねこの長いストレートではスパイダーが速いです。うん。ただコーナリング性能は変わらないかなと、加速もお互い変わらないぐらいかなっていうところになっております。うん。ただね、操作性に関してはフォードがめちゃめちゃ操作しやすい。うん。なんかコーナリング性能すごく良くって、で結構無理やりドリフトしても立ち直ってね、加速してくれるんで、その点においてもかなりいいマシンになりました。このマシンマジでかなりいいマシンになりましたんで、ぜひお持ちの方はですね、もう大丈夫、使っていいんです。皆さんフォード使いましょう。いいマシンになりましたよ。はい、まずスパイダーゴールのフォードでしたね。まあ、若干の差はありましたけれども、非常に速い。スパイダーにここまでついてこれるマシンっていうのはね、なかなかいないので、本当に速いのでね、おすすめになっております。ではね、もう1コース見ていきましょう。シュワッチシュワッチシュワッチ、やってきました。ここ桃源郷です。ここはですね、コーナーが非常に多い場所になっているので、お互いのコーナリング能力が出てくるんじゃないかなと思いまして、見ていきたいと思いますんで、皆さんもぜひ最後までね、見てってください。それでは行きましょう。さあ、やってまいりました。桃源郷でのバトルになっております。フォード VS スパイダー。コーナリング性能を見ていきましょう。どっちが速いのか。うん。で、またね、使ってみた印象を今回もお話しさせていただきます。ここね、桃源郷で使ってみた感想は、フォードの方が使いやすかったですね。うん。まあ、なぜかというと、先ほどもちょっとお話ししたんですが、コーナリング性能、曲げやすいっていうのがありますね。うん。で、もちろんスパイダーもめちゃめちゃ曲がりやすいです。曲がりやすいんですけれども、それよりもフォードはさらに曲がりやすいということですね。うん。なので、そんな感じで皆さんも覚えておいてください。スパイダー多分使ってらっしゃる方も多いと思うんですが、あれよりもちょっと曲がりやすいです。フォードって。うん。だからそれだけ今回速くなりました。安定感がめちゃめちゃあります。で、もともとあったこの加速力ですね。加速力があるので、めちゃめちゃいいですね。だからこういうね、桃源郷とかコーナーが多いステージでも、このような対応力。オーバーに曲がってスピードが落ちてしまっても加速力で補っていくといった感じ。うん。で、あとはですね、操作性もかなりいいので、こういう場所ではですね、ガンガンインを狙って、オーバーでもいいのでね、ガンガン狙っていくっていうのが大事になります。で、オーバー出していいんですが、オーバー出した後に、ちゃんと車体を戻してください。うん。なるべく曲がったら早めに車体を戻すっていう、そういうプレイをしていただくと、さらに早く使えますんで、そこを意識しながらやってみてください。うん。いや、マジで早いでしょ。こうやって見ても、まあ、ほぼ変わんないですよね。うん。スパイダーも、この、フォードも変わんないぐらいのスピードです。さあ、ゴール。はい。ということで、ここはですね、お互いほぼ変わらなかったです。なので、まあ、現環境ね、ほんと最速レベルのスパイダーと、これより一緒ぐらいの走りができるので、フォード2マシンはマジで化け物マシンになりました。なのでね、皆さん気になったらぜひ強化してみてください。このマシン強化してもマジで後悔しないマシンになりました。なのでダイヤマンもおすすめです。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。フォード GT。で、今見てもらった走りなんですが、もちろんね、修正前はね、こんなに早く使えなかったんですよ。だからそれこそ最初にお話ししたこの癖がね、なんか傾いてグイーって操作不能になるっていうね、癖があったので、とてもじゃないけど使えなかったんですよ。ですが今回見てもらった通り、ス
パイダーにも引けを取らないこの走りができるフォード GT、 皆さんにおすすめでございます。いやでもいいよね、こうやってアッパー修正してくれるとちょっとね使うことができなかったマシンもさらにまた現役で使うことができるということで、今ちょっとね修正が必要なマシンにはですね、ぜひとも運営様ね修正していただけるといいかなって思います。これはマジでありがたい。ただ逆に下方修正だけはやめていただきたいね。うん、しっかりと強化したのに遅くなった、扱いづらくなったはもう泣いてしまうからね、さすがにそれはないと思うんですけれども、まあ今回のねアッパーはマジで神アッパーでした。神アッパー、うん、なんか響きいいね。はい、ということで本日の動画は以上になっております。あ、そうだ、皆さんちょっとガチャに付き合ってくるなーい。皆さんにお見せしましょう、私の運を、私のこのダイヤマンの力をお見せしましょう。いきます、さあ来い、さあ来い、さあ来い、無料で出す。いたな、そういえばコメント欄で無料で出たっていう人、羨ましいな、なんだ一体それっていうのは。チーン、まだまだ私は負けませんよ。いや、もう最初から負けていたのかもしれない。だが私は行く。私は正義の味方。ダイヤマンだ。さあ、頼むよ。頼むよ。頼むよ。お願いします。金、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 来い。金来い。金来い。チーン！いやー、チンチンが続いておりますね。では、3回目もチーンってなるのかな？いや、ならないと思う。さすがにそろそろ神引きが見えている。私の目には。見えているよ。皆さん見てってください。ここで、神引きをする男。さあ、頼むよ。頼むよ。今年の運すべてを使い切るかもしれない。来い！来いよ、カモン！チーン！では、本日の動画は以上になっております。みんなのね、ガチャもね、聞かせてください。また無料で引いたって聞いたら泣いちゃうかもしれない。羨ましくて。うん。でもいいんだ。みんなが元気になってくれれば、それで十分だ。ではね、もしよかったら皆さん、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いします。では、次回またお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。